はい、こんにちは。12回目いきましょう。で、まあ、三角関数の、2回目ということでやっていきますね。前回何やったか覚えてますか、ね、前回やったのは、まあ、次数下げましょうとかね、完全に忘れたわ。次数やりましょうっていうのと、あ、積和だね。積和っていうのやりましたね。はい、前回。で、今回ちょっと視点を変えていきたいんですけど、これは完全に置換積分ですわ。もう今回のテーマは置換積分。これ言って、次ですね。置換しましょうっていう話です。で、置換の時にちょっと言ったんだけども、なんか積分するものが、ね、なんか F の中にこう GT が入って、ちょっとなんかこう GT のダッシュも入ってましたね。こういう時って、なんか、これインテグラルしたら、これは、ね、dt っていうのは、インテグラルの fxdx ってこうかけるんだよね。これ置換積分でしたよね。これを使っていきます。なんで、まあ、ゴールとしては、なんかの関数にかけていて、その微分が横についてるとめっちゃ簡単になるぜって、そういうパターンを見ていきたいと。それ典型なパターンですね。三角関数なのでね。はい。思うんですが、まぁ、ちょっと書いておくと、まぁ、三つパターンがありますね。まぁ、サインの場合とコサインの場合とタンジェントの場合があるんですけども、なんか関数 F っていうのは、まぁ、サインの関数と考えてると、ね、X のところにサインが入ってる。サインに関する関数があって、ここにサインの微分がついてる。で、サインの微分って何でしたか？サインの微分っていうのは、コサインですから、つまり、こう、サイン X の関数の横にサインの微分、つまりコサインがいると嬉しいなと。いうわけです。で、もう一個ですね。この逆パターン。コサイン X の関数にコサイン X の、ね、微分をつけたいんだけど、これはコサイン X の微分っていうのは、マイナスサイン X でしたね。まあ、マイナスはまあいいでしょう。マイナスは後で自分調整してください。という点で、サイン X がついてると嬉しいと。まあ、定数の作動は気にしないでください。で、もう一個、このタンジェントですね、もちろん。で、タンジェントに、ね、タンジェントの微分がついてほしいんですけど、タンジェントの微分ってどうなのかって言ったら、これはしてますよね。コサイン2乗 X 分の1。まあ、忘れやすいですけどね。コサイン2乗 X 分の1ですので、ここにコサイン2乗 X 分の1がいると嬉しいなということですね。はい。やっていきましょう。今日これを使うわけです。ね。ほんと簡単。じゃあ1番。ね。1番はコサイン X 分のサイン X。っていうかまあ、そもそもこのタンジェント X を積分できますかという話ですよね。ゴールはこのタンジェント X dx ね。これまあ、公式として示しましたけど、示したとか出しましたけども、これちゃんと証明できますかって話ですね。で、やっていくんですけども、タンジェント X はもちろんコサイン X 分のサイン X です。なので、これは、こいつですね。ね。ここ。ここで、fx が、x 分の1パターンですよ。fx が x 分の1で、その x っていうところにコサインを代入するんだから、コサイン x 分の1にサイン x がかかってるんですね。そうですね。これコサイン x 分の1にサイン x がかかってるのを見るから、これまあ、イメージ的に書くと、コサイン x 分の1のマイナスつけていきましょうかね。コサイン x の微分ですね。はい。ね。こう書けますから。じゃあ、インテグラル取りましょう。インテグラルは、これを積分するだけですから、これはね、つまり、なんか関数があって、ね、それ、微分ついてるんですから、ね、微分がついてるのは、まあ、ちょっと符号だけ注意しとって、あとはこれ、x 分の1の、こいつの積分やと思っていいんですから、もうログですね。はい、ログ。ログの絶対値の中に、コサイン x 足す1。よいしょ。ね、こんな感じですか。大丈夫？どうですか？これ出しましたね。まず、タンジェント x はコサインのサインだと。で、fx が x 分の1っていうところにコサイン x 代入した式だと思って、それにお答えでサイン x をついてる。で、サイン x っていうのはもちろん、
コサイン x のマイナスの微分ですよ。なのでこれをインテグラルすると x 分の1って関数を微分している、あ、積分していて、その x にコサイン x を入れているものと見ることができますから、結果としてこうなりますということですね。なので、もうこういうことです。これが単純で x の微分ですわ。はい、これは覚えておいても1でいいですね。はい、で2番いきますね。2番っていうのは、もうコサイン2乗分の単純で x って言ってるんですけど、まあ、これはちょっと2通りのやり方があるんですけど、まずは、まあ、このあるあるで、あるあるパターンでいきましょうかね。まあ、もうこいつはいいですね。こいつはサインとコサイン逆パターンなんで、やればできますね。こいつですわ。はい。まあ、見たらわかると思うんですけど、これ、fx イコール x のパターンですね。はい。fx イコール x のところの x に単純で x を代入すると。そうすると、単純で x が出ますね。で、コサイン2乗 x 分の1がかかってます。つまりこれの見方としては、タンジェント x っていう元のやつがいて、それになんかこれかっこいいないな、タンジェント2乗 x 分の1がついてますと、はい、まあ、よくよく見るとこれはタンジェント x と、タンジェント x の微分だと。タンジェント x の微分はコサイン2乗 x 分の1ですからね、と見ることができますので、これのインテグラルはどうなのかというと、これはこの fx イコール x っていうのを積分したところにタンジェント x を入れたらいいので、2分の1タン、こうね、2分の 1x2 乗の x にタンジェントを入れますから、2分の1タンジェント x2 乗プラス c とこうなります。はい、まあ簡単になりましたね。はい、でですね、これでいいんですけども、まあちょっとだけね、別解というか新しい視点を入れておくと、実は、これをですね、ちょっと試験ができるんですね。これタンジェントってコサイン分のサインでしたから、これまあ書き直すとですね、コサイン3乗分のサイン x をこう書き直すんです。こう書き直すんです、これね。まあよく見たら大丈夫ですね。でこれまあまあまあよく見たらですね、これコサイン3乗分の1とマイナスコサイン x の微分とコンビのことができます。つまりこの fx がね、x3 乗分の1だと、その関数の x にコサイン x 入れてますみたいな風に見ることができますから、これやってしまうと、インテグラルの、どうしようかな、 fx 書いてみましょうか。あ、これちょっと dx 忘れました。 dx 忘れた。はい、なのでこれイコールやると、これを積分したいんですからね、これコサイン3乗って言ってマイナスもあるんですけども、これちょっと、まあ、バリバリ計算してもらうとですね、2分の1コサインマイナス、まあ、まあ、マイナスなので、だってね、コサイン 2乗 x 分の1、こうなります。はい。これちょっと計算したわけですね。3乗だったので、これマイナス3乗ですね、これはね。マイナス3乗なんで、マイナス3に1足してマイナス2なんで、マイナス2が前に降りていきます。逆数が降りていきますから、符号が変わりますね。で、2分の1になる。で、マイナス3乗だったのがマイナス2乗になりますから、今度は分、マイナス2乗になりますよということですね。なので、これでこれね、等しないといけないんですよ、これとこれ。なんですけど、これね、よく見たら等しいんですね。大丈夫ですか？というのも、これは有名な関係式がありますよね。タンジェントとコサインを結ぶ関係式ね。もちろん、今度はまあ雑談なんでもう終わってもらって構いませんが、サイン x の2乗とコサイン x の2乗って足したら1ですから、両辺をコサイン2乗 x で割ると1たす、両辺をコサイン2乗 x で割ります。そうすると ここはタンジェント2乗 x で、ここは1、でもちろんここはコサイン2乗 x 分の1、こうなりますから、ね、まあ、きれいに書いておくと、タンジェント2乗 x っていうのは、コサイン2乗 x 分の1引く1とこうなってますから、ここにちょっと代入してあげると、まあ、そのまま代入します。で、ちょっと計算すると、2分の2コサイン2乗 x 分の1マイナス2分の1足す c とこうなりますから、ここのね、2分の1っていうのがちょっと差違うんですよ。こいつとこいつね。差は2分の1、マイナス2分の1あるんだけども、この2分の1たす c っていうのを改めて、
仕出しておいてあげると等しくなりますよ。そういう話ですね。積分定数っていうのは任意定数ですから、マイナス2分の1を足そうが引こうが何でしょうが任意定数なんでね、そこら辺は、深くこだわってたんですね。だ定数の差は生じるので、こういうふうに見かけが明らかに異なっていて、あ、これ答え違うじゃんって思うかもしれませんが、まあ、なんか何かしらの、ね、公式とかで変換して定数差になると、これ実は同じだったってこともよくあります。これ積分の上でちょっと注意しておくといいですね。はい、じゃあ三角関数は終わりです。で、もう次回です、定数積分多分最後になると思うんですけど、まあ、ちょっとあの面白いやつですね。指数と三角関数混ざったやつを一本やります。はい、お疲れ様でした。